政治の役割は国の懐を豊かにすることではなくて国民の懐を豊かにすることではありませんかと。今年の8月、国の税収は2割以上減る。入りすぎた税金は適切に皆さんに還元する。減税や社会保険料を軽減することによって手取りが増えれば必ず消費が増えます。企業業績が上がります。利益も上がります。そうして初めて来年の持続的な賃上げの原資が生まれてくるんです。これが好循環です。取得控除の額、給取得控除の額、103万の壁を178万円まで上げようということを提案しているんです。消費税も減税したいんです。社会保険料負担を下げたいんです。皆さんの実質所得が減らないような調整は各国やってるんですよ。各国では標準でまともな減税策を言ってるのが日本では国民民主党しかないんですよ。皆さん、令和略さず国民